さんちゃんです。本日はですね、鬼神戸スキー場に来ております。鬼神戸スキー場といえば、私が初めてスキーをした地元のスキー場なんですけども、今日はですね、スキーはスキーでも、走るスキーということで、スキモと言われるですね、競技の、大会が今日は行われます。今回ですね、私あんまりこう練習もしてないんですけど、一応なんかそれっぽい装備を持ってるので、出てみようといったところで選手として出場します。エントリーした方はですね、15人ぐらいですけども、すごい少ない、感じですけども、最下位にならないよう頑張ってみたいと思います。スキモ用ではありません。ただまあ、このブーツといいですね、かなり軽量な、装備を一応私持ってたので、これだったら、まあ、それなりの形というか、まあ、形だけは作れるんじゃないかということでやってみたいと思います。スキモの装備は非常に高いので、まあ、簡単には買えないですし、なかなか登山にも応用しづらいところがあるので、まあこんな感じでひとまずやってみようかなと思います。はい、歩いて登るセクションになります。今担いで歩いてますけども、大変ですね。はい、今一つ目が終わりました。滑りはですね、もちろん早いんですけど、登りとトランジションが下手くそすぎます。先ほどにも慣れてますね。滑りの区間がめちゃくちゃ長かったら救いようがあるんですけど、今のところその見込みはないので頑張ります。ありがとうございます。はい、3本目の登りになりました。なんかもうだいぶ先をされてるので、あんまり気持ちがそこまで辛くないですね。もうゆっくり歩こうって感じです。このまま行けば完走はできそうですね。2本目と3本目の滑りがかなりきつくてですね、登りやっぱり足やられてるんで、はい、最後の登り頑張ります。はい、今、3本目の登りの最後の部分に差し掛かってます。めちゃくちゃ長いです。怖い。終わりです。これで終わりです。よいしょ。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。いやー、疲れ